今日は酵素福井大学医学部の問題を説明します。酵素反応では酵素がない時の反応に比べ活性化エネルギーが低くなるので室温でも反応は速やかに進む。酵素 E、異質 S および生成物 P の関係は次のようになっている K1、K-1、K2 は反応速度定数である。で、酵素反応では K1、K-1 で、K2 というね、関係なんで、ここ E になっているんだ。で、R は速やかに生じ、生成物 P の生成速度は、V イコールこれこれとなる。したがって、酵素反応が一定で、基質の濃度が大きくなると、反応速度 V はなんとかになると。で、RA に適合を入れなさい。こういう問題ですね。これ R は、これやな。これはね、E というのがエンザイム、酵素なんで、S はサブストレート。で、サブストレートやけど、基質と酵素がこう合体して、合体した状態ですね。だから、R はこれは、こう、ES という、こういう状態ですね。こういう状態。で、出して落ちて、で、P はプロダクトですね。プロダクト。で、この関係はね、この E の関係はこれは、圧倒的にこの K1 とか K-1 が大きいんですね。K2 が小さい。で、この K2 が小さいので、ここが立足段階、レイトディタミングステップになります。速やかにプロダクトの生成速度 V はね、これ僕はね、ES の濃度にいるんですよな。K2 の ES と。これエンザイムとサブストレートの合体、合体したものの濃度に比例するということです。で、酵素が濃度が一定で、基質の濃度が大きくなると、反応速度 V は A、このまま一定になる。で、この下線部で、この黄色の線引いたやつが何で一定になるかということですよね。この ES、この酵素の濃度はまあ一緒で、これはもうある量だけ入ってるな。で、このサブストレートがどんどん大きくなると、このまあ ES ができてくるんだけど、ES の濃度が一定になってしまうな。ES の濃度、もうエンザイムはないねんな。酵素はないので、S はいっぱいあるので、それが一定になってしまうので、この ES が一定になることは、この、K2 カッコ ES、 この ES の濃度に比例するので、この V は反応速度は一定になるということです。はい、以上です。